大きな声を出して皆さんの耳に届くように頑張っていきたいと思っております、そして、本日、ご出席の門禄に応援団の関西支部の会員の皆様、これからも引き続き我がふるさと松野地方を愛していただきまして、今こそ我々が松野地方に対して協力をする時期ではないかと私は思っております。ぜひとも今後ご協力をお願いいたします。簡単ではございますが、私の挨拶させていただきます。ありがとうございました。